行実験シリーズ。今回は、人工知能に関するテストとして有名なチューリングテストと、その反論である哲学者ジョン・サールの中国語の部屋という思考実験を紹介するよ。チューリングテストはよく聞くけど、どんなテストなの？じゃあ早速見ていこう。途中でシリ先生も出てくるから最後まで楽しんでいってね。まず、別々の部屋に実験の対象者である人工知能と人間の実験参加者を入れる。そして、また別の部屋に判定者がいる。判定者からは、人工知能と実験参加者の姿を確認することはできない。この状態で、判定者は電子メールやチャットで、いくつかの質問を、それぞれの部屋の対象者に投げかける。対象者は、回答を判定者に送り返す。このやり取りを何回か、繰り返した後で、判定者はどちらが人間で、どちらが人工知能かを判定する。判定者が、人工知能を人間として判定した場合、人工知能はこのテストを通過したことになる。逆に、判定者が正しく人工知能を人工知能として、人間を人間として判定した場合、人工知能はテストを通過できない。ふーん、人工知能が人間らしい受け答えができるか調べるテストなのか。チューリングの時代は、今のように、小型化したパソコンやロボットなどはないから、結構大きなコンピューターに、人間と同じ振る舞いができるかを測るには、その見た目に左右されない、このテストは画期的だったんだ。チューリングテストは、計算機科学者であるアラン・チューリングが1950年に、計算する機械と知性という論文の中で登場させたアイデアなんだ。チューリングは、論文の冒頭で機械は考えることができるか、という問いを立てる。そして、その問いを、機械はある種のイミテーションゲーム、模倣ゲームをクリアできるか、という問いとして捉える。つまり、さっき紹介した実験のようなテストを通過できることが、機械が思考していることを判定する方法になると考えるんだ。この方法の特徴は、知性、思考の有無を純粋に、行動主義的側面、つまり、振る舞い、この場合だと言語活動において判定できるという点にある。行動主義は、対象者の行動から、その内面の心の動きを知ろうとする立場だけど、有名なパブロフの犬で説明するね。犬に餌を与える時に、ベルを鳴らす。その時、犬は餌を食べながら唾液を垂らす。これを何度か繰り返すと、ベルを鳴らすだけで、唾液を垂らす、条件反射が形成される。今の説明で、特徴的なのは、登場するのは犬の行動だけで、美味しそうな餌だなみたいな、犬の内面、心についての記述は一切登場しないという点だね。犬だと想像しづらいかもしれないけど、行動主義は人間の行動の観察から、内面の心理状態を推測するんだ。つまり、人間と同じように自然な受け答えという行動ができれば、その人工知能は心、思考を持っていると考えることができるというのが、このテストの目的なんだ。なるほどね。ただし、チューリングテストに対しては多くの反論が寄せられた。代表的なものを紹介するね。まず、進化論的立場と宗教的立場からの批判だね。この二つは結構似ているから一緒に紹介しよう。進化論的立場は、思考、心は、人間が長い環境適応と進化の過程を経て、初めて獲得したものである。しかし、機械にはそれらが欠けているから、人工知能はそもそも作れないという主張だね。そして、宗教的立場は、思考、心は、神が人間に与えたものである。人間が、機械に思考、心を宿せるなど思い上がりに過ぎないという主張だね。宗教的な立場は、少し倫理的な主張も含んでいるけど、人間に心は作れないという点では一致している。ただ、この反論は、チューリングテストそのものへの反論にはなっていないんだよね。逆にこの反論から、チューリングテストが明らかにしようとしているものは、心の多重実現可能性、つまり人間の脳以外の物理基盤の上にも心が成立する可能性を検証することにある、という点が明確になってくる。心の多重実現可能性については、以前、チャーマーズの哲学的ゾンビの動画でも扱ったね。興味のある方は、ぜひ、後で見てみてね。次に、チューリングテストの基準は高すぎるという反論だね。チューリングテストの元々の基準は、人間らしい悠長な会話の継続にあるんだけど、この条件はいろいろと問題がある。まず一つ目は機械は、自己言及のパラドックスを処理できないというもの。身近にある対話型 AI ということで、実際にシリ先生に聞いてみました。あなたは嘘つきですか？私にはどうお答えすればいいのかわかりません。何か他にお手伝いできることはありませんか？シリ先生はうまくはぐらかしたけど、初期の人工知能ではこういう自己言及のパラドックスが発生すると、処理が無限ループしてしまうので禁じ手だったんだ。次に、機械
械は感情的文脈を処理できないという問題。あなたを愛しています。ありがとうございます。あなたのことはとてもいい方だと思っています。あなたは太っていますね。そうですか。何か他にお手伝いできることはありませんか。深夜に何やってるんだ。2時に撮影しました。嬉しいことを聞いて、つい有頂天になって多弁になったり、嫌なことを言われて怒りが文章に現れるなども、人工知能にはなかなか難しいと言われている。次に、機械は人間の認知能力を超える質問を処理してしまうという問題。2108万6268÷4116 は？結果は、5123です。そろばんとか習った人ならできるかもだけど、なかなかパッと一瞬では答えられないね。このことは、逆に言うと人工知能と比較される実験参加者の個人差によって、テストの通過基準が安定しないということでもある。人間でも機械のように理知的な人もいれば、科目でゆっくり考える人もいる。そういう比較対象の個人差でテスト基準が変化してしまうのはまずい。これと関連して、機械は、人間特有の勘違い、誤字、脱字を犯さないという点も問題になる。人間側の回答者に誤字、脱字があると逆にそれが人間っぽさの証拠になってしまうんだ。これらの反論は、チューリングテストのアイデアを否定するというより、実施方法に対する不備を指摘するものだね。現在の人工知能は、ものによってはこれらの問題にうまく対応できるんだけど、実際に実施されるチューリングテストでは、話題のテーマを例えば、今日の天気についてなどに限定したり、人間側の対象者の個人差が出ないように、人数を増やしたりして対応している。また、チューリングのアイデアでは、人間か、人工知能かを判定する絶対評価だったけれど、実際のテストでは対象者をより人間っぽい順番に順位付けするなど、相対評価を導入したりしている。なるほど、いろいろ工夫してるんだね。実際に行われた、チューリングテストを少し紹介すると、これが、2014年にチューリングテストに合格した最初の人工知能として話題になったユージーン君。ウクライナの13歳の少年という設定で、判定員の3割以上が人間らしいと評価すると合格という基準で、初めて人間として判定されたんだ。へえ、すごいね。ただ、テスト時間が5分間と短いこと、ユージーン君が13歳の少年特有の落ち着きのなさで、無関係な発言を乱発する点などが批判されたりもした。あえて、未熟な少年にして、人間っぽさを出した部分もあったのかな。残念ながら現在は、ウェブ公開されていないみたいだから、真相はわからないけど、ちょっと実際に対話してみたいよね。これは、IBM のワトソンが、人間判定テストのチャンピオンを破った瞬間の様子。人間判定のチャンピオンなんているんだ。賞金も表示されてて、なんかミリオネアみたいだね。うん。最近の人工知能は、インターネットが急速に発達したおかげで、かなり突っ込んだ話題にも対応できるらしい。特定の店の料理の味なんかも、日本の食べログみたいなサイトから拾って、自分の感想として話したりできるみたいだね。そして、反論の3つ目は、チューリングテストは、心の本質である内的な意識の有無を判定できないというものだ。つまり、チューリングテストが、人工知能の言語的な振る舞いをもとに人間らしさを判定する、行動主義的アプローチであることへの反論だね。チューリング自身の応答は、私たちは、他人の心についても、その振る舞いから心を類推する以外に方法がない。それゆえに、チューリングテストを否定することは、独我論への後退を余儀なくさせるというものだ。独我論とは、この世界には私しか存在しないという主張だけど、この立場を真面目に主張しようとすると、現実的な意味でも、学問的な意味でも非常に問題が生じる。なるほどね。ただ、心というと内面の体験も大事な気はするよね。うん。そこでこの反論をさらに徹底して行ったジョン・サールの中国語の部屋という思考実験を見ていこう。あなたは、今、部屋の中に閉じ込められています。この部屋には、中国語の簡単な単語の板がたくさん入った箱と、日本語でこの単語を組み立てる方法が書かれたガイドブックだけが置かれています。今まで、あなたは日本語だけを理解していて、中国語については一切知りません。すると、外から中国語らしき文字列が並んだプレートが届けられます。あなたは、ガイドブックの指示に従って、箱の中にある単語の板を組み合わせ中国語の文字列を作ります。そして出来上がった文字列を外に渡します。この時、果たしてあなたは中国語を理解していると言えるでしょうか？全くわからないね。この部屋は、まさにチューリングテストを受けている人工知能の内部の例えなんだけど、この実験から、サールは人工知能は言葉を本当の意味では理解できていないという反論を突きつけるんだ。
ちなみに、日本人は漢字を使うから、なんとなく似た漢字から意味がわかるというのはなしね。中国語を知っている人は、中国語以外の全く未知の言語で考えてみてね。サールはこの思考実験を1984年に心脳科学という講演の中で、強い AI という立場を否定するために持ち出す。強い AI とは、脳はデジタルコンピュータに他ならず、心はコンピュータプログラムに他ならない。つまり心と脳の関係はプログラムとハードウェアの関係に他ならないという主張だね。こういう考え方は、今だと奇妙に感じるかもしれないけど、20年ぐらい前の脳科学の解説書とかを開くと、普通にこういう感じで脳と心の関係が説明されていたりしたんだ。サールの議論をたどってみよう。まず、統合論は意味論を生むには不十分である。統合論、意味論。それを理解するために、言語学におけるモリスの3分類について説明しておこう。統合論、シンタックスとは文の構造の研究をする分野で、要するに文法だね。これは思考実験の中で登場した、どのように中国語の単語を組み合わせるかが書いてあったガイドブックにあたる。そして、意味論、セマンティクスとは意味の研究に関わる。例えば、リンゴという名詞が、実際のリンゴを意味するように、言葉と現実世界の結びつきのことだね。そして、最後の語用論とは、言語の用法の研究を行う分野だよ。例えば、朝、誰かに会ったらおはようございます。と言い、相手もおはようございます。と返すよね。これは挨拶という形の言葉の使われ方だ。おはようございます。と言われて、朝早いですね、とか、そんなに早いですか、と冗談とか嫌味でなく言ってしまう人は、おはようございます。の語用論的特徴を理解していない人ということになる。ちなみに、サール自身はこの語用論に深く関わる言語行為論という分野で、多くの研究成果を上げた哲学者だよ。なるほど。こんな分類あるんだ。勉強になる。まあ、ウプ主は新入生の頃、講義でいきなりこの言葉が、みんな、知ってるよね。みたいな感じで、出てきた時に、慌ててググった記憶があるよ。さあこの分類に基づいて見ていくと、統合論は意味論を生むには不十分である。つまり、中国語のガイドブックに従って、単語を組み合わせても、それぞれの単語が、現実世界の何と結びついているのか、また、出来上がった文章が、どういう状況と対応しているのかはわからない。そして、コンピュータのプログラムはその形式的構造、すなわち統合論的特徴によってのみ完全に定義される。これは、要するにアルゴリズムのことだけど、ガイドブックに書いてある手順のことだね。どういう順番で単語を組み合わせればいいか、コンピュータの場合なら情報を処理すればいいのかの手順だね。コンピュータプログラムは、単純に言うと、入力された情報を処理して、出力する。それに尽きるということだね。みんなが、ローマ字入力をしているときに、キーボードの A キーを押すと、画面にあと出力されるのと同じだね。そして、3番目、心は心的内容、つまり意味論的構造を持つ。これは、私たち人間の心は、リンゴという概念を、現実のリンゴと結びつける働きを持っているということだね。この3つの前提から、故に、いかなるプログラムも心、意味論を持たないと結論する。つまり強い AI という考えは、間違っているという主張だね。ちなみに、強い AI の反対は、弱い AI と呼ばれるけど、これはある目的に特化して作られたプログラムだ。例えば、チェスや将棋、囲碁なんかのプログラムだね。サールは、チューリングテストではせいぜい、それっぽく言葉を使っているように見せかける、弱い AI しか作れないと主張している。それだと心を持っているとは言い難いかもね。このサールの中国語の部屋にもいくつかの反論が存在する。最後にそれを紹介しよう。一つ目は、ガイドブックに従って、単語を組み上げる人物自体には、心、つまり意味論は宿らないが、部屋全体には心が宿るのではないかというもの。サールは、あたかも情報を処理する CPU だけで、意味を理解していると考えているけれど、それは、私たちの脳細胞の一つがリンゴという言葉を、理解しているというのと同じだという議論だね。実際には、脳のいろいろな部位が関連して、言語の意味的構造を理解しているように、人工知能はシステム全体で意味を理解している。二つ目に、サールの議論は、言語を話すとき、何かを理解しているという実感が伴うという錯覚に基づく、催眠術で、未知の言語を話し、その言語を理解しているという実感を持つが、実際は理解していない状況を容易に想像できる、というヒラリー・パトナムによる反論がある。これは結構、強力な反論で、サールの中国語の部屋は、実際に私たちが、部屋の中でガイドブックに従って、中国語の文章を作ってみることを実感させる。その結果、そこに言葉を理解しているという実感が伴わないという体験を根拠に成立している議論だから、それを崩されると困るんだ。そして、3番目。これはもうチューリングテストが対象としていた範囲を超えるけど、要するに人工知能を身体、ロボットに埋め込んで、外界を認知するセンサーを持たせれば、
話す言葉と現実世界の対応づけ、意味論を獲得できるのではという反論だよ。つまりロボットは人間と同じ心を持つ可能性を持つということだね。うん、体を持つロボットならうまくいきそう。ただ、外に出たロボットには別の厄介な問題、フレーム問題が待ち構えている。それについてはぜひ、過去のロボットの苦悩 AI のフレーム問題という動画も見てみてね。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。